片岡です。11月の七五三のお菓子ですね、八代の鈴というお菓子を作ってみたいと思います。まあ、神社に限らずですね、スキー場であるとか、まあ、教会の近くにあるとかですね、鐘を鳴らすところありますよね。鐘を鳴らすところがあるところがありますよね。鐘を鳴らして幸運を呼んでくるような、まあ、そういう設定ではないかと思うんですけれども、まあ、そんな幸運な鈴をですね、今日は作ってみたいと思います。はい、練り切りの重さですね。黄色練り切り、白練り切り、そして中あんの柚子あん、まあ、柚子あんがたまたまですけど、これまあ何でもいいですね。これが各 13g ずつです、ね、そして、白と赤、これが適量です。まあ紐を作るんですね、あとでね。ではいきますね。まずですね、黄色練り切りを潰しますね。そして白練り切りも潰しますね。そして黄色の上に白を重ねて潰しますね。そして真ん中をへこませます。そして柚子あんを包みますね。まあ、中あんを包みますね。はい、丸くします。そしてですね、平板をちょっと拭いて、上の部分を平らにしますね。ちょっと揉み上げます。揉み上げますね。はい、そしてですね、この三角ベラで真ん中に2本線入れます。はい、そしてですね、向こう側の部分、上の部分ですよね、そこをスプーンみたいなものでちょっと上の部分をへこませますね。そして丸棒の細い方でちょっと穴を開けます。そして、今度は下半分の方、今度は丸棒の太い方で穴を開けますね。黒文字、まあこんな何でもいいですけども、まあ、こんなところでですね、こう線を入れますね。鈴の下の穴のところですよね。こんな感じになりました。そして、最後に紐を作りますね。
はいね、紅白の紐に編みまして、ね、そしてですね、先端部分を切りますね。穴に入れて、はい、これで八代の鈴の完成です。ありがとうございました。